成長チャンネルでねっとりし僕らは育った成長チャンネルの子供たちだはい成長チャンネル成長チャンネル始まるぞパラ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 ララララ、はい、はい、やってまいりました。おはようございます。おはようございます。朝の6時でございまして、本日はですね、はいはい、三崎漁港に行こうと思っております。はい、なぜならば、はい、奇跡のマグロさんに、はいはい、まあ、DM をいただいて、はいはい、ぜひマグロに関してのうんぬんかんぬんがちょっと来たんですよ。ちょっとわかりますか？まずマグロンがわからない。何ですか？マグロンがわからない。マグロン、うん、私マグロって言いませんでした。いや、マグロとね、うんぬんかんぬんのうんが2個あるから、ええ、出てしまってるんですよ、うんが先に。ああ、そうですか。マグロン、それ気づきました。すぐ気づきました。すぐ気づくんですね。マグロンです。どうぞ。はい、稲田先生でございます。反復横跳びで登場ですね。反復横跳びで登場。反復横跳び登場、私やっぱり反復横跳び登場トレーニングをね、また再開しまして。いや、知ってますよね、うん、なんか稀に見る真剣さが見えます。まさか、はい、死ぬんですか？ちょっと待って。私が稀に見る真剣さでトレーニングをしたら死ぬ、そういうことではないです。一生懸命知らないためのトレーニング。あ、そういうことですね。で、先生にマグロどうですかって言ったら、えちょっと私も興味津々で食べるの好きですか？ね、ちょっと朝も早く食べれるって聞いたので、いっぱい食べれると思うんですが、集合していただいて、来ていただきました。どうも、一人それでね、もう一人ね、この方です。どうぞ。マグロ、マグロ。静かに違うの、怒られますよ。ほんで、今のは反復横跳びですよ。そうでしょ、セオリーと一緒。反復横跳び、だから俺その距離取って待ってんやろな。これですか？そうそう、反復横跳び当時。反復横跳びで行って帰るわけですよ。ポン、ピョン、ピョンでいいんですよ。そうそうそう。まあ、私の車で。あ、そうそう、行ってください。で、こっちはこっちで行くんだよ。どんぐりと。かくちゃん。へい、かくちゃん。へい、かくちゃんですね。あ、もう、名前をいただいたんですね。そうです。ヘイカクちゃん、ヘイカクちゃんじゃなくてヘイカクちゃん、ヘイカクちゃん。じゃあリンゴスメンバーと、まあ、リンゴスじゃないですか、リンガス。あなたね、もうちっちゃいのもね、全部拾わないでください。気になりますよ。気にならないでください。気になるんですよね、やっぱり。昨日のラジオでも加藤がね、言ってました。何て言ってました？なんか知らないけど、全部変にちっちゃく噛むな。いや、やっぱりそうなんですよ。気になるんですかね。気になります、やっぱり、うん。お前、ノイズはやっぱおかしいなって。じゃあ、キイちゃんはそんな感じです。稲田先生って言ってたりとか。だから、ほんとそんな感じなんですよ。浅井でございますか。あ、稲田先生綺麗ですね今日とかって、なんか気になるじゃないですか。方言に近いと思ってます。いや、なんかやっぱキイちゃんはその気がある。方言に近い。方言でも稲田先生とは言わないじゃないですか。申し訳ないけど、俺稲田先生って一回も言ってないから。例えば稲田先生一本で1話作ろうとしないでください。例えば、例えば時間があるという決まってるんですよ、ね、8時前にはちょっとつかないといけない。今日マグロですよね。それではマグロですよ。楽しみですね。嬉しい。すごいお腹空かしてきました。昨日ぐらいから準備してます。先生、マグロ好きなんですか？大好きです。マグロは、鉄分とかも多いので、タンパク質も多いので、お客様とかにもすごい勧めてる食材なんですけど、ヤマさんも今日食べていいんですけど、はい、まあ、大トロとか中トロとか脂が多いところは少なめにして。まあでもね、それはまあ赤身中心だから、まあマグロを丸々1匹食べるみたいな食べ方をすればいいってことでしょ。あ、そう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 、そのイメージでいいと思います。そんなに食べれるんですか？すごい、それすごいいい。そんなに食べれるじゃないし、いい
身がそれだけ多いじゃないですか、うん、で中トロはそれの次でしょ、大トロはまあ一番少ない、そういう食べ方をしなさいって言うんです、うん、なんだ、なんだ、マグロそんなに食べれるんですか何キロ食うマグロを。いや、その昔僕が初めてケイチョンチャンネルで撮影したのもマグロを釣りに行くっつって葉山の沖まで行きましたけど、だね、あの一匹も釣れなかった一匹も釣れなかったね、行き帰りであの12時間ですよ。すごいすごかったね、真夏ね、はい、いやいやいや、到着いたしました。見てください、この富士ですよ、マウント富士が見えております。三崎港な、まあ、三崎漁港ですよね、だから三崎漁港からこんなに鮮明に富士、マウント富士が見えるとは思いませんでしたが、舐めてました、寒いです。寒いです。でしょ、寒いです、はい、なんでそんな薄着で来てんの。薄着、いや、まあ、車だし、まあ、正直な話しお願いします。はいはいはい、あ、どうも、あ、どうもです、DM をくださった、はい、よろしくお願いします、宮川さんです、関根さん代表の宮川です、どうもよろしくお願いします、本日はよろしくお願いします、よろしくお願いします。そしてもう一方、はい、はい、僕の父のメキキ名人の宮川照夫です。宮川さんのお父様、はい、メキキ名人、はい、どうも、え、だから、ま、マグロのメキキ、はい、今日はあのぜひセリ場に入っていただいて、セリ場、はい、山本さんにマグロを並んでいるところを見ていただいて、メキキの体験もしていただけたらなと。メキキの体験、はい、その先は何かあるんですか。こうやっぱもう朝ですし何にも食べてきてませんしあの美味しい奇跡のマグロをご用意してます。やったですよね、はい、で一応紹介しますけど、はい、稲田先生といいまして、で私の今トレーナーもしていただいておりまして、絶賛お婿さんも、募集中です。はい、よろしくお願いします。そんな情報まで、そんな情報まで。ちなみに宮川さんは独身です。あーイエーイ、あーイエーイ、マグロ婚、マグロ婚ありますね。奇跡の、奇跡の、宮川ちゃん、お父さんどうですか。おすすめしたいっす。おすすめしたい。場所買って、マグロの目利き、え、場所買って、場所ね、ちょっとほら、マグロの目利きもしながら、お父さんね、いろんな目利きを、お似合い、あ、ちょうど身長の頃もいいし、なんか黒と白の頃の感じもね、奇跡のマグロ子、奇跡のマグロ子宮川さん、はい、あとお父様、この世界のマグロが三崎港に集まる、はい、そうです、ちょっと教えていただけませんか。三崎っていうのは、はい、遠洋漁業なんですよ。遠洋漁業、はいはい、みんな日本のマグロって日本海のこれじゃないですか、これだけじゃないですか、はいはい、で生のマグロを使うわけじゃないですか、ね、ここですね、で三崎のマグロって、自分はもう思うんですけど、生のマグロもっと貴重だと思います。生より貴重、はい、競りが一番多いのはやっぱり三崎なんですよ、バッグ本日です。今日食べていた奇跡のマグロはこの南マグロ、これが三崎港に来るんですね。え、これ我々よく口にします。南マグロはなかなか市場に出回ってないかもしれないですね。え、我々がマグロを食べてるっていうのはどのマグロですか。一般的に多いのはこの本マグロって言われてるクロマグロ。ああ、まあまあ日本、日本の近く、はい、近くありますもんね。あとはあのメバチマグロっていう、これはスーパーとか、うんうん、ああ、メバチマグロ、はい、あ、結構多いところいますね、うん、だけど今日我々が口にできるのか、私これ初めて見るかもしれない、南マグロ。どこのが美味しいとかあるんですか、うん、地域的に。地域的に美味しいっていうのはあるんですけど、うん、奇跡のマグロの場合は、うん、もうマグロ1本ずつの個体を見ます、うん、先頭を泳いでるマグロなんで、その先頭を、群れの先頭ですね、群れの先頭のマグロを、はい、お父様が奇跡のマグロ、すごい。なのでどこの漁場だから美味しいっていうわけではなく、その1本ずつマグロも違うので。なんで先頭泳いでるやつが美味しいんですか。キャッチが違う、輸送のキャッチ力、
あ、一番いい餌を食べるからですか。うん、一番いい餌を食べるとそれだけの本能がなくていけないでしょ。はー、だからその先頭のマグロってのはもうスマートなんですよ。意外と出るじゃなくて。おい、なんだ俺はなんか群れの方か、俺先頭ではねえみたいな。デブじゃねえって言ったらスマートだった。だから俺は先頭は無理だ、先頭マグロじゃないって。後ろっすね、後ろ。だ、先頭はだから遠藤さんとか厚さんとかだ。あー、だったら厚しか、厚さんなんかシュッとしますもんね。庄司か、庄司。庄司も高麗日時みたいな。庄司さんはあれかな、まあ、の後ろっすね、やっぱね。そうだな、俺は後ろで。わー、うわ、うわ、出た、すごい。出た出た、こんななんかサイズ感違うんですね。そうだ、何サイズ感。だからちょっと大きいやつと、まるまる太ってるやつ、山さんと奥さんとかで。だから、うまいね。だから結局先頭マグロは細いんでしょ。言ってましたよね、身が引き締まってるって言ってたから。もうあれなんて確実もう、だからまるまる太ってるな。伊集院光さんみたいなのがある。伊集院光さん、この下とかも彦摩呂さんみたいなね。わあ、すごい。すごい。これ今競りしてるんだ。で、この中別に端っこにいるからって言って戦闘ってわけじゃないんですよ。そうそうそう。で、あれをだからあのその何、尾びれっていうの、あれを見て。ああ、断面見たね、みんな。あのスティックすごいですね。確かに。すごい。冷凍だってさせるんですよ。そう、刺して、うん、お父さんどこにいるの。え、お父さん、お父さんどこや。あ、お父さん。あ、お父さん、いいだ。もう行けた。俺お父さん下にいるのかと思って探してました。そうそう、脱げそうです。なんかね、はい、でも足が前へ前へ行く感じが。あ、確かに。でも思ったより履いちゃえば重くないですね。え、うん、わあ、すごい。あ、なんかもう紛れたら紛れれる感じですよね。分かんないですね。ね、ケイちゃんは分かんないですね。うん、もう40分で練りが終わっちゃう。え？なんか折れてる。かわいい、なんか。かわいい。かわいくないですか？かわいい。わ、これだからもう競り落とした人。先頭泳ぐマグロって水圧を一番受けるんで頭がちっちゃいんですよ。ああ、でこの背中側とお腹側に膨らむんですよ。うん、なのでこうちょっと顔が小さくてグンとなってるんですよ。なのでこうちょっと平べったいような形になってるので、うん、尻尾は楕円になるんですよ。うん、頭がちっちゃくて尻尾は楕円のやつ。え、先頭どうですか。お父さん先頭どうですか。お父さん、あ、音入っちゃったな。セリが毎日あるわけだ。あ、そうなんだ。そうや、それはそうや。そういうことか。先頭マグロは毎日いないんだ。先頭マグロ、はぁ、 あ、奇跡だ。違います。来たってくる。マグロの加工場です。加工場？はい。さっき加工したマグロとかをもう切り出して。あの端っこ。あの端っこ絶対美味しい。ですよね。だって皮の辺って脂が乗ってるじゃないですか。じゃあいただいたらもう。ね、いただきたい。あんなもいただ、あれをいただけるの？あの、大丈夫ですけど、持って帰りますか？車、車すごい臭かった。もう電車で帰ってくる。ケーキはね、硬いですよね、きっとね。あれは加工場より早く食わせろと、はい、加工場どうでもいいんですよっていうこと。加工ばっかり見せてこの後でしょ。じゃあ次加工場じゃなくて、うんうん、冷凍庫行きましょう。まだ冷凍庫ですか。冷凍庫、レストラン行きましょう。早くマイナス50度冷凍庫。マイナス50度の冷凍庫聞いてないな。だって今日2枚ですよ。
イナス18度なのか。うわすごい。これ、あ、加藤さんに行かせ。危ない。危ないですよ。してあれだな。してあれだな。あ、どうだ。すごい。無限加藤さん。無限加藤。無限加藤。頑張る、寒いな。あの、下滑るんで気をつけてください。なまら寒いな。すごい、ほんと。まあ、息できへん。ここに一滴のマグロ。え、あ、これがね。はい。マイナス50度。あ、お前。あ、加工してるの。加工してないの終わり。おい、やろうと。もうネタ書いてるの俺なんだからよ。いらないこと言うんじゃねえよ。すごいね。鼻の中あかんわ。あ、すごいすごい。わあすごい。小学生。わあすごい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。俺鼻の中がシャリシャリしてる。すごい。白髪乗ってるよ。え？すごい。乗ってる。乗ってる？うん。早く早く来ないと。暖かい。閉めて。ああすごい。マイナス18度ちょっと暖かいんだけど。ちょっと暖かい。こういう錯覚に陥り、いやちょっと日向行くよ。日向あったけー、あったけー、あったけーよ。いや鼻の中凍った。あ、無限加藤浩二面白いですね。あ、無限加藤浩二マイナス50だったらできんな。無限加藤浩二、あ、無限加藤浩二できんな。じゃあいよいよ、いよいよこっからあの食べていただきます。やっとですよ。中トロ、これ大トロ。いやー、ちょっとこれ食べましょうよ。もう早速切っちゃってください。はい、うわ、ねっぱりしてます。ねっぱり、はい、あの、先頭マグロなんです。すごい先頭、え、奇跡のマグロ、はい、奇跡のマグロですか、これ。奇跡のマグロです。やったー。ねっぱりって言うんですか、このねっとりっていうんですかね、ねっとり、この肉質が。うわうわ、これが中トロ。中、はい、これが中トロハウスね。うん、でもちょっとずつやっぱ行きたいですね。いや俺はもうあの魚の部位と一緒ぐらい。そう、じゃあ赤身、赤身多めに中トロ中ぐらい、大トロは軽めに。正解です。これが一番希少な部位と話です。あ、セトロです。セトロ、俺これセトロ行くわ。めちゃめちゃ美味しいです。隣のセトロですね。お、セトロ、セトロ、セトロですね。セトロ、セトロ、セトロは食ったことないな、うわこれ赤、赤身ですね。赤、赤身って赤いですね、ちゃんと。そりゃそうだよ。セトロからですよ。セトロから、セトロ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 。ちょっとなんか食べづらくなるわ。え、トトロみたいな。うわ、ちょっとお前やめろ。ふざけんなよお前。猫かお前は。猫か。にゃー言えよ、猫か。にゃー、ふざけんなよ。社長食べちゃいました僕。何もつけずに。うん、何もつけなくても美味しいと思う。うわ、いやいやいや、ちょっと怖い。今度出されたら食べちゃうもんね。お前ら。痛い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 。やめろよお前は。まだちょっと凍ってるかも。猫か。にゃー。うわー、カモメかお前。カモメが飛んだ。お前セトロボないんだから。めちゃくちゃうまい。こんだけや。まだあるやん。まだまだ。先生これ絶対美味しいし。すごい上品な。そうそう、上品上品。上品。はい。どうぞ。お。セトロ。セトロです。スシロー、スシロー。スシロー。奇跡起きました。うまいね。わ、飛んできた、わ、来た、うん。
味しいですか。うまい。うわうまい。ね、美味しい、美味しいでしょ。やっぱ美味しいですか。うん、溶ける溶ける溶ける。噛まなくて平気。遅いな大将。美味しい。次これは美味しい。いや、ジュインサート取ってんのに何がよ。おさろバレない。うん、うん、食べていいんすか、こんなご飯。そうだ、やってんでしょ、ダイエット。いい、だって今日は筋肉も美味しい。朝だから、うん、朝やからいいんすか、うん、朝だから。マグロは大丈夫。マグロはいい。大トロです。はい、どうぞ。ツッチュートロいただきます。ツッチュートロ入ります。ツートロチュギツートロツートロいきますよ、ツートロチュギ、チュギツートロ。美味しいですか。美味しい、ね、はい、すぐ置いたらインサート取ってよ、チュートロ。うん、ね、あ、早い、もういいや、もうね、うわ、あ、早い、安定安定、まあね、中トラね、うん、うん、赤身、うわ、ちょっと赤身がね、やっぱりちょっとこれはちょっと色すっごい、うん、すごい色取れてんのかな、全然わかんない。熟成させたりされてるんですか。うん、してないです。あ、してないです。この色なんですか。一番鮮度がいいやつ。すごい。熟成マグロじゃないですよ。熟成マグロじゃない。あ、いただきます。うん、あと こっちから行きたかったかな、赤から順番に。これめっちゃ食える。赤美味しそうですよ。永遠にいけるわ、赤のが。すごい綺麗な色。そう、色がすごい綺麗な。色がすごい、ね、スタッフかな、これね、絞りが難しい。もうなんか醤油漬けされてるみたいな色。そうそう、漬けマグロみたいですよね、うん、本当に。うん、くれくれ濃い味が。くれくれ濃い。くれくれ山さん、どれが全部全部美味しい。何でもいいじゃないですか。じゃあないもん。ケイシンボ漫才。お、ケイシンボ漫才やってください。ケイシンボ漫才、そんな感じやな。山本ケイシの結構マン。結構マン。テッテレ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 ッテ。奇跡のマグロの中トロです。何さん取り方なんですよ。どうですか、お味は。うまい。まあ結構じゃないですね。結構なお味ですね。お、結構マン、うん、結構マン出ました。結構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 マンの提供でオープンしております。結構マン、結構マンなんですか。ありがとうございます。お、結構結構です。結構結構醤油かけました。え、あ、マイルだ、これは。ねえ、マイル500マイルぐらい。500マイル超えるんじゃない、これ。2000マイルじゃない。2000マイル、ああ、高気圧ガールだね。何すかそれ。山下達郎の高気圧ガール。なんでマイルから高気圧ガール。2000マイル、ああ、そういう歌があるんですね。2000マイル飛び越えてよ。美味しそう。今の美味しそう。だうん、まっ。おー、3食。このマグロ三枚。ちょっと写真撮ろう。若大将、はい、美味しかったです。ね、ありがとうございます。もう本当に、いや、結構結構結構マン、たくさん結構マンです。確かに。ちょっとね、想像してたもの以上でした。嬉しいです。はい、しかも
こんな量結局、はい、先ほど出たのをペロリ我々全員に食いましたからね。ペロリ。なんとです。どうします。最後告白タイムしときます。大丈夫ですか。任せ。どっちでもいいですか。どっちがいいですか。しときます。告白タイム。稲田先生の前だ。ちょっと待った。お、来ました。ちょっと待ったが入りました。まだ。ちょっと待った。諦め悪いからな。今日初めてお会いしましたが、すごい素敵だと思います。よろしくお願いします。お、すごい。そして、そして、何回も会ってますが、はい、気持ちは一緒です。ごめんなさい。おお、早かった。早かった。ちょっと今二人ごめんなさい。今二人ごめんなさいの。若旦那も。なんで若旦那も。うわー。こういうことだー。どんでっかいし、帰ってないけど早かったそうか先生、しゃあない今日はマグロに恋したってことでね。そうそうです、恋してね。今日はマグロに恋したから、マグロに恋しちゃった、くそったれが、なんて言いながらね。そうですね、なんて言いながらお別れしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。